どうもナムです。はい、皆様ハーゲンダッツご存知ですよね。アイスの、そうです、あの普通のアイスより値段は高いんですけど美味しいアイスなんですけど、俺出てるとかは知ってたんですけど今まで買ったことなくて初めて買いました。あのハーゲンダッツじゃなくてハーゲンダッツの中でも少しと値段高いやつ、何かというとですね、はい、こちらなんですね。これ見た目でわかると思うんですけど、まあ、ハーゲンダッツなんですけど、ちょっとなんかいつもと違う感じしません？なんかね、おしゃれだよね。で、ハーゲンダッツジャポネって書いてあるんですよ。ジャポネ、バニラ&きなこ黒蜜濃厚仕立てってすごく美味しそうですよね。確か普通のハーゲンダッツとかより値段は高かったはずです。うん、ちょっと高級感ありますよね、ハーゲンダッツの中でも。なんかハーゲンダッツの一個上を行ったみたいな感じで、出てるとかしてたんですけど、あの食べたことなくて、買ったこと初めて買ったんですよ、これの。うわ、すげえ、なんか見え、わかります、これ。なんか上になんか貼り付いてるみたいな感じになってる。え、これきな粉なのかな。うわ、なにこれ。あ、きな粉っぽいんですけど、なんか見てください、これかき氷みたいになってますね。なんかコーラを凍らせてそのまま入れた感じみたいに見えるけど、匂いがね、鼻詰まってるかあんま分かんないよ。ほんのり甘い匂いする。これっぽいのかな。ちょっと食べてみましょうか。これ多分勝手な想像なんですけど、めちゃくちゃ美味しいと思うんですよ。いただきます。うん、うまっ、なにこれ、うまっ。あ、違う、これ黒蜜が固まってるんだ。これ全部黒蜜ってことだ、これ。で、これ見たらわかるんですけど、この黒蜜の下にこのバニラ、この白いので、その下にちょっとなんか黒っぽいの、この下、これがあんこだね、多分。で、まんまこれだ。すごい、一番下にね、あんこが入ってる。で、バニラのクリーム、この上にぎっしり濃厚な、黒蜜がすごい固まってる。あ、すげえ。こんな三段層みたいになってるんだね。食べたら止まんないやつだ。おう。ダメだ、俺。美味しい。あー、すげえ。普通のハーゲンダッツとかなのにね、食べたことあるんですけど、こういうの初めて食べたんで、あ、うまい、これダメだ、これ。めっちゃ美味しい。すげえな、これ。見た目からしてすごい高級っぽいんですけど、めちゃくちゃ美味しかったね。うん。あの値段、普通のね、ハーゲンダッツの値段より上な値段は納得いきます。ということでね、ハーゲンダッツジャポネ、黒蜜、バニラ&きなこ黒蜜、濃厚仕立て食べたんですけど、あの文句っていうか、もう美味しいとしか言えないです、俺にとっては。ね、ハーゲンダッツってもともとお高いアイスなんですけどですね、そのハーゲンダッツよりさらにお高いハーゲンダッツみたいな感じで、何言ってるか分かんないけど、めちゃくちゃ美味しかった。やばいね、三段層になってるんだね。黒蜜が固まってて、真ん中にね、バニラのアイスあって、その下にあんこが入ってるって、やばいね。うまい。たまにはこういうのも食べてみてもいいんじゃないかなと思う。なんか自分のご褒美とか、頑張った日とかには、ちょっと奮発してこういうお高いアイスを買って食べるのもいいんじゃないかなと思いました。めちゃくちゃ美味しかったです。期間限定とは書いてないので、もしかしたら売ってると思うので、気になった方ぜひ。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあ。